防春詩集に佐藤春雄今朝室尾君からの手紙を沈東に受け取って、まだ起きもせずに開いてみると、防春詩集に情をかけというのである。読みながら第一に私が思い浮かべたことは、ある会話である。それはつい1週間も前に、私を訪ねたある人と私とが、 取り交わしたものであるこの間、室男氏のところへ行って悪いたしなみだとは思ったが直接にあの人の詩を褒めたら僕の詩を褒めるのはお前の小説には関心できないということの代わりじゃないかねと室男氏に言われましたがそんな悪い知恵をつけたのはあなたじゃありませんかいや僕は室男君にそんなことを言った覚えはないが待ちたまえ 僕は5月頃に彼に会った時に、慎重に出た彼の詩の新作を散々して、あれこそ本当に君のものだ。君の小説の全部を見るよりも、あの詩の中のどの一編をでも見た方が、一層親しく君に接するとさえ思う。と、そういったことは思い出す。僕は必ずしも、その小説を貶めるつもりではなかったのに。 無郎君は自分に考えてみて、あるいはそういうふうに返したのかもしれない。私は本当にそうかもしれないと思って、それにしても無郎君が私のごときものの一号もそれほど気に留めていてくれることをありがたく思った。思えば無郎君はその文学的事業から言っても、またその年齢から言っても、正しく私の先輩である。君と相交じる以上、 私は君に刑事しなななければならないまた私は告白するが事実において私はムロ君の生まれながらに正義な人となりを常に軽していながらしかも高慢に生まれついた私の正常はこの気持ちをまだ素直には表しえないしかも謙虚なムロ君はその私を許してくれるのみならず今はこの週にしかもかなりに自信に満ちていると思えるこの週に 情をかけとまで私に言われる無く君のこの詩集のために私の文章ごときが何の必要があろうか私はただ年来の友情の印にこれだけを記すのであるしかし無郎君この一文は君の詩集の簡単にあげることはやめてなるべくはその甘美に記してくださいというのはこのがさつな一文のすぐ後のページに あの終瓶のように深くて静かな、そうして陰影の微妙のためにくまなく潤うている君の死が続くことは、たとえ君がこれを忍ぶとしても、僕には僕自身の心苦しさというよりも、むしろ一個の読者になって考えてみて、それは誠に目障りで、そのせっかく清められた空気がために乱れるようなことが気になるのだから。 大正11年10月中旬、佐藤春夫。